トムロフトのレース場と飼育日誌。ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。9月22日、水曜日の朝です。おはようございます。ハトさん、おはようございます。今日の棚の上の1話。お珍しい鳥ですね。黒い鳥。BLKC のメス。 これは3月までの鳥。一番最初に客観入れた鳩ですね。今日の糞の状態です。手前から奥の方へ移してます。今日の糞も綺麗ですね。問題ない糞になりました。前回は40キロ訓練終わった2日後に餌吐きをした関係で、今日の朝どんな状況か気になっていました。 綺麗な糞の状況でほっとしてます社外開始します今日の棚の上はあまりいないですね出方も相変わらずのんびりです消化の訓練が終わって翌日給車の中で給油をさせ水浴びをさせました今日は2日目になりますので社外をしてますあまり飛ばなくてもいいいいなという気持ちでいまして 鳩にもその気持ちが伝わっているようで、出社口を開けてもなかなか飛び立ちません。無理な追い出しをせずに、実践に任せた社外にしたいと思います。飛び出し始めた鳩たちです。今日の天気は曇り、風は1メーターか2メーターぐらいの北風が吹いてます。今まではこう、カラッとした感じの 空気だったんですけども今日はじとっとした感じの空気になってます今日はどのくらいの時間飛んでくれますか訓練後の発射外ですからあまり飛ばなくてもいいかなと思ってますなかなかいい飛び方をしてますそれほど訓練では疲れなかったのかもしれないですねまあ、バラバラで帰ってきたっていうのはちょっとショックなんですけども飛んでる時間としてれば まあ2時間ぐらいですから、そんなにダメージの大きかった飛翔時間とは考えられません。ただいま6時10分になります。急車の周りをぐるぐる旋回していた鳩が、ちょっと飛び方が変わったんで、どうしたのかなと思って見てましたらば、上空に多急車の鳥、70パか80パぐらいの集団、 が飛んでいましたうちの鳩はその影響を受けてちょっと飛び方が変わったみたいです残念ながら私の鳥は低いところを飛んでまして多球車の鳥は上空高いところを飛んでます混じらないですねそばにお互い意識はしてるんでしょうけども私の鳥は低いところで これ混じってくれればね、飛翔時間としては伸びると思うんですけども、寄ってきただけで、この大集団には混じらずに飛んでます。ただいまの時間は6時25分になりました。鳩は遠征に行きませんでしたが、急所の周りを、 遠くの方近くの方ということで広い範囲を使って飛び回ってます。今社外を開始してから三十分経過ですね。順調な飛翔をしていると思います。今の時間は六時二十五分です。先ほどの時は遠くの方を飛んでたんですけども戻ってきてサッと降りちゃいました。 今日の飛翔時間は30分、しばらく屋根の上で遊ばせておきたいと思います。あとは15分程度屋根の上で遊んでいましたらば、一斉にまた飛び立ちました。請求と飛びたくない鳩、合計10羽ぐらいですかね、は急車の中にもう入ってしまいまして、残った元気な鳩だけの飛翔になってます。 しばらく飛び続けていそうなので、降りてきましたら撮影を開始します。7時を過ぎたところです。ハトが降りてきましたので、撮影を開始しています。2回目の飛翔時間は20分ちょっとですね。最初が30分、次は20分ということで、まあまあ、社外再開初日としては、 十分な飛翔を見せてくれました。二回目の飛翔はちょっと苦しかったんですかね。あとが口を開け気味の鳥が何羽かいます。今日の飛翔時間は三十分プラス二十分。訓練明けの社外としては十分な内容でした。当日見聞官に羽というカウントをしたんですけども、今日 ハトの記録を確認しましたらば全、えー、休期間になりましたどうもカンチエラーが2羽出た模様で今日の朝の社外でカンチエラー1人が訓練モードで反応してくれましたよってこの間の石岡の90キロ訓練は全、えー、休期間ということで締めくくることができましたただ帰り方がねバラバラだったのが本当に悲しい限りです しかし鳥が揃ったっていうところは良かったです次は10月になってからの連合会訓練になりますその訓練に向けて餌吐きで体調の壊した後もう一度体調を戻してなおかつ後遺症を癒して万全の状態でアキレースを迎えたいなと思います後遺症を癒すためには時間が必要なのでちょうどこれからの2週間3週間がいい調整タイムになりました 今日はこの辺でこのブログを終わりたいと思います。本日もこのブログにご越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。